今、医療や福祉の世界で注目を集めるチーム医療、チームケア。そのノウハウを学生のうちに習得するため、国際医療福祉大学には多くの学生が4年にわたって取り組む独自のカリキュラムがあります。それが関連職種連携教育。学ぶのは今後の医療福祉の現場で必ず求められるスキルそのもの。関連職種連携教育で未来に直結する先進的な学びを体験できます。そもそもチームで行う医療やケアとはどのようなものなのでしょうか。従来は医師主導による医療が続いてきましたが、少子高齢化や病気が多様化する現代社会において、もはや医師だけで全ての治療をカバーするのは難しく、さらに医療と福祉の連携も不可欠となっています。従来の形から患者さんや利用者を中心に、看護師、薬剤師、理学療法士などの専門職と医師が機能的なチームを作って治療に当たるよう変わりつつあり、これがチーム医療、チームケアと呼ばれるものです。チーム医療、チームケアに関わる専門職には、それぞれの知識や技術とは別にチームの一員としてのスキルが求められます。それは多職種の専門性の理解、多職種とのコミュニケーションスキル、そして患者さんや利用者が抱える問題を多角的に見る能力です。これらを身につけるために立ち上げたカリキュラムが関連職種連携教育です。それでは関連職種連携教育がどのように行われるか、その流れを見てみましょう。1年次カリキュラムのスタートです。医療や福祉の現場を見学する早期体験実習を全ての学科で行います。2年次講義を通じて他の職種への理解を深め、連携のあり方を学びます。次のステップ、関連職種連携ワークは、学科横断型のグループによる問題解決型学習です。異なる学科の学生が一つのチームを構成するという、医療福祉の総合大学だからこそ可能なカリキュラムです。さまざまな職種を目指す学生がグループを編成、与えられたシナリオやテーマから患者さんや利用者にとって最善の治療や福祉サービスを計画します。グループワークを通じて連携そのものを学ぶのです。すなわち、誰のために医療福祉はあるのかを実感し、自分の思考を患者さんや利用者中心へと切り替える体験学習です。最後に学習成果を報告会で発表します。すべてのグループが発表を行い、学長をはじめ教員や医療福祉関係の来賓の方々による審査により、最優秀賞などが授与されます。また2014年からは、これまでの形に加え電子カルテの取り組みが新たにスタート。電子カルテは病院で使用されているものと同じ電子カルテシステムを使用します。看護記録や検査画像など具体的な患者情報に触れることで、より細やかなサービスを立案します。4年次いよいよ1週間にわたる実習です。関連職種連携ワークと同様に、すべての学科の学生が一つのチームを構成しますが、今回は病院や福祉施設で実際の患者さんや利用者に向き合います。実習には大きく分けて2つの目的があります。一つは、さまざまな職場を見学体験すること。例えば看護学科の学生が薬を扱う薬剤部やリハビリテーションの現場を、目のエキスパートを目指す色能療法学科の学生が看護師の働く病棟をというように、異なる専門職が働く現場を見て、その仕事の内容について理解を深めます。その薬剤部の場所であったり、検査科だったり、そういう機器っていうのはなかなか今まで見たことがなかったので、今回すごい
貴重な経験ができたなと思っています。もう一つは、指定された患者さんや利用者に最適なケアプランを立てることです。患者さんや利用者にどのようなケアを提供するのがベストなのか、学生たちは患者さんの病気の状態や生活環境などの情報を手がかりに総合サービス計画を作り上げていきます。その一つのことで検討している時でも、その集まって話してた人たち以外のところから話し声が飛んできたりとかがあって、みんなでまとまって仲良くより良いケアに向けて動き出しているなと感じる場面がいくつかありました。作成したものは現場スタッフの前で発表。そのサービスが患者さんや利用者にとってより良いものであるかどうか検討を重ねます。4年にわたる関連職種連携教育、これだけ大きなプロジェクトを学生のカリキュラムとして取り入れている大学はほとんどありません。なぜ国際医療福祉大学ではそれが可能なのでしょうか。その鍵は豊富な関連施設にあります。国際医療福祉大学では6つの付属病院をはじめ、多くのグループ施設や学外臨床施設と連携、実際の医療福祉の現場で本物のチーム医療、チームケアを学ぶことができます。また学生が受ける実習の質は受け入れる施設の意識によって大きく変わりますが、国際医療福祉大学では大学の教員と現場のスタッフたちが同じ意識を持って学生たちの実習をバックアップすることで、より実践的な質の高い実習環境を整えることができるのです。発表を終えた学生たち、実習を終えてどう感じているのでしょうか。毎日、今日はどういうディスカッションができるだろうっていうのがすごい楽しみで、こう学びにつなげていけてすごく成長できた機会だったなと思います。自分の職種では絶対にしといた方がいいって思うことも、他の職種が入ることでもっと違う、なんていうんですかね、アプローチをしていかなきゃいけないっていう、そういう新しい視点が生まれたので、とても実りのある実習になったと思います。医学部で学んできた知識からの視点だけでは得られないような、こんな意見があるんだという発見が数多くあり、そういった情報を共有することでより患者さんに寄り添った医療ができると感じました。職種の壁を越え、協力し合いながら患者さんや利用者に最良のケアを提供する、このカリキュラムを通して学生たちはこれからの医療福祉の世界で必要となる患者さんや利用者中心のサービスを身をもって学ぶのです。